フェルナン・メンデス・ピントフェルナン・メンデス・ピントは、ポルトガル人冒険家、著述家。16世紀に商人として、日本を含むアジアやアフリカを旅し、ヘンレキキを表したが、嘘や誤りが多いことから、ホラブキ・ピントとも呼ばれた。ピントの業績は、死後の1614年に刊行された、ヘンレキキで知られる。ただしこの書物に記載された内容が真実であるか、どうか定かではない。 確実なのは1537年にリスボンを立ち、1539年にマレー半島のマラッカに行き、現在の東南アジアを見て回り、富を蓄え、中国方面への貿易商を制御としており、日本にもトライしていること、1551年、フランシスコ・ザビエルに日本に教会を設立するための資金を提供したこと、その後、ポルトガルに帰ろうと思って、 インドのゴアまで戻っていたが、1554年にザビエルの未だ腐っていなかった遺体を目にして、改心し、イエズス会に入会。1556年にルイス・フロイスらと共に日本へ渡ったが、日本でイエズス会を脱退。1558年ゴアへ戻り同じ年にリスボンへ戻ったことなどである。歴記代は記されていないが、 おそらく1544年あるいは1545年にポルトガルの鉄砲を日本に初めて伝えた人物の一人とされている。しかし、ピントが日本に来たのは1540年代後半か1550年代であることが明らかになっており、この鉄砲伝来に関しては不確かである。ピントはポルトガルの東アジアにおける植民地主義に対して、 キリスト教の不況に見せかけたものとして鋭い評価を変歴記の中で行っている。これは、構成においては一般的な見方となるが、当時においては斬新な見方であったと言える。ただし、変歴記自体は13回生け取られ、17回売り飛ばされたなど、現実として捉えるには無理があるような記述もあり、古くから嘘つき呼ばわりされた。例えば、 ポルトガル語のダジャレ遊びには、ピントの名前を、フェルナウ、メンタス、ミント、としたものがあり、イギリスの劇作家、ウィリアム・コンクリーブの喜劇ラブ・フォー・ラブには、フェルディナンド・メンデス・ピント・アズ・バット、A タイプ・オブ・ジー、ザ・ウライアー・オブ・ザ・ファースト・マグニチュード、などという記述も登場する。ピントは、モンテモル・オベリオで1509年に生まれたと見られている。貧乏な家であり、少なくとも二人の兄弟と、 二人の姉妹がいた。なお、ピントをユダヤ人でマラーノとする説もある。ピント一族は元スペインのマドリッド近郊のピント村出身で、後迫害を受け、ポルトガル、モロッコ、カナリア諸島に移住したという。彼の男兄弟のアルベロは1551年にはマラッカにおり、別の書簡ではピントの兄弟の一人はマラッカで殉教している。また、 1557年には高ンに、裕福ないとこ、フランシスコ・ガルシア・デバルガスがいた。1521年には、リスボンで、ポルトガル・王ジョアン2世の息子で、モンテモル・オベリョの領主でもあった、ジョルジ・コーの下で奉公していたが、2年後、フランシスコ・でファリアに奉公するため、セトゥーバルに向けて出港したが、フランスの海賊船に襲われて、アレンテジョの海岸まで連れ去られ放置された。 ピントの旅は大まかに三つに分けることができる。最初の旅はポルトガルから西インド海岸のポルトガル植民地への旅であり、航海やアフリカ、ペルシア湾などの地域を巡っている。その次の旅は、インドに渡った後にマラッカに移り今度は、スマトラやシャム、中国、ビルマ、中国、日本などを巡る旅である。そして、ヨーロッパへ戻る旅である。 ヘンレキキの記述の信憑性には疑問があるが、以下ではピントのヘンレキキに沿って話をする。ディーブの所在を示す地図ピントの旅行は1537年3月11日のリスボン出港から始まる。その後、ポルトガル領モザンビークに寄港。9月5日にはボンベイの北西にある要塞島であり、遡ること2年前にポルトガルに占領されたばかりのデーブに到着。 ピントの記録によれば、この時ディーユは、東洋における貿易を独占し続けるため、ポルトガル勢力を退けようとした、オスマン帝国スルタンスレイマン一世の統治を受けて、いたとされる。この際、ムスリムの貿易戦を襲い、その戦員から得た儲け話に魅了され、航海への偵察隊に加わり再び航海に出た。途中、ピントの言うプレステジョアンの母であるエチオピアの、 ヘレナによって山中に雇われていた、ポルトガル人傭兵隊に連合を伝えるため、エチオピアに停泊した。その後、エチオピアの港町、マッサワを立ったところで、オスマン帝国のガレー船を放置したが、逆に敗北し、アラビアの南西にあるモカメで運ばれ、奴隷として売り飛ばされた。ピントは、ギリシア人ムスリムに買い取られ、残酷に当たられたため何度か自殺を試みたが、そのうち、 ナツメヤ氏と交換で、ユダヤ人の手に渡された。モカは、現在のイエメンにあり、ホルモズはイランにある。そのユダヤ人はピントを連れて、オルムスへ連れて行き、ポルトガル人の要塞司令官と、ポルトガル王の命令で来ていた総督によってお金が、支払われ、引き渡された。ピントはインドへの旅が自由になった後、ポルトガル植民地であり、オスマン帝国によって陸路が封鎖された後、 海路における高新量貿易を完全に掌握したポルトガル海軍基地のあるゴアに向けて旅立つことになったがピントの意に反しダブル港に停泊していたオスマン船を打破するか破壊することになったこの後オスマン船との海戦がアラビア海で行われその勝利の後ピントはゴアへ向かった緑色の部分がマレー半島である1539年以降は ピントはマラッカに渡っている。マラッカの司令官であるペロデ・ファリアは東方の未だポルトガルが発見していない地域と外交関係を持とうとピントを外交施設として用いた。マラッカにおける初期の彼の仕事はほとんどがスマトラ島にある小さな小王国との交流で、これらの小王国はアシェンと宗教的に対立しておりこれを回避しようとポルトガルと 友好関係を結んだものとピントは、変歴記に書いている。ピントはこの仕事の合間に、私的な貿易を行い富を増やしたが、仲間たちが、国王の利益に反する貿易を行っていたのを、尻目に、ピントは国王に対しての献金は取っておいた。パタニ王国ピントはシャムに囚われている、ポルトガル人の解放交渉に当たるべく、当時徴皇国であったマレー半島東岸のパタネ、 王国に行くことになる。この時、シャム近海で貿易活動を行っていた船乗りと一緒に旅立ったが途中で、ムスリムの海賊に襲われ、金目のものを盗まれた。この後、この海賊を追って後悔していくうちにアントニオ・デ・ファリアを中心に自ら海賊行為を行うようになった。なおこのアントニオ・デ・ファリアという人物は、ポルトガルの文学において巧妙なアンチヒーローと言われる。 ピントは、海賊として1ヶ月過ごした後、トンキン湾や南シナ海においてでも、海賊行為を行い、ピントによれば、さらに北方まで達し中国やリシ朝鮮を訪れ、中国皇帝の領母を暴き略奪したという。南シナ海及び現在の近隣諸国の地図、中国そのうちピントはついに難破して、中国人の手に落ち、裁判にかけられ、 万里町城における強制労働を命じられた。その後、ピントたちはタルタリアの中国への侵略の際に連れ去られた。ピントやその仲間は砦を攻撃する方法をタタール人に教え、代わりに自由を勝ち取り、外交施設が高知シナに行く際に一緒について行くように王に命ぜられた。この旅の途中ポルトガル人の一行は、ピントが教皇のようなと表現する。 ヨーロッパ人が未だ見たことのない人物に会っているが、これはダライラマのことかもしれない。甲州付近に来た時、ピントはタタール人の旅行ののろさに苛立って、ピントと二人の仲間は中国人の率いる海賊船に乗り込んで旅を続けた。日本日本地図、変歴記では、その数年後、前後関係から1544年頃と推測されるが、ピントは嵐に遭遇して、 日本の他の島つまり種ヶ島に漂着し、ヨーロッパ人で最初に日本に入国して、ひなわ銃を持ち込んだと主張している。イエズス会の歴史家、ジョバンニ・ピエトロ・マフフェイが1582年に書き留めたピントの証言によれば、これは1541年6月24日のことである。ピントは、この後、中国のヤンポーに到着したが、その地で、 ポルトガル人貿易商たちに日本の話をすると、商人たちは日本との貿易に関心を持ち、ピントはこの商人たちと日本へ向かうこととなった。しかし、ピントたちはその後海で難破し、歴を恨んですなわち大流球にたどり着いたが、持っていた公益品によって海賊と思われ、処刑されそうになるが、ある身分の高い女性の取りなしで釈放された。 1549年に、鹿児島を立つ際には何らかの理由で追われていた、アンジェロともう一人の日本人をマラッカに連れて行き、フランシスコ・ザビエルに引き合わせ、キリスト教に改修させた。この後ザビエルは、ヤジローラと共に1549年8月15日に、日本に渡りカトリックを日本に伝えた。1551年に、ピントワ・ザビエルに再会し、共同で、 布教活動を行った。ピントは1554年、ポルトガルに帰ろうとするが、その前に、ゴアで、イエズス会に蓄えた財産を寄付し、入会し、修道士となった。この時に、ザビエルの遺体を、ゴアで目撃している。日本への最後の旅、長崎平戸のザビエル像1554年、大友義重からの手紙がゴアに届き、 その内容は洗礼を受けたいので宣教師をよこして欲しいとの胸のものであった。ピントは他の聖職者らと日本に同行することになる。この時の訪問では文語国の大友氏との外交が樹立されたが大友家の諸事情により吉重の改修には失敗した。ただしこの22年後には吉重は改修した。この日本へ1554年から1556年の 旅では、ピントは、ザビエルの後継者と共に、ポルトガルの正式な外交施設として、文語国の大名に派遣された。しかし、理由は不明であるが、1557年ピントは、イエズス会を脱会する。日本における、イエズス会の脱会者はピントが初めてであると、記録されている。マルタ版ピントが最初に、マラッカに戻った時には、ペロデ・ファリアがおり、彼の命を受けて、 マルタバンに外交施設として赴むいた。しかし、その時、マルタバンは、ブラマと戦争中で、ピントは、マルタバンの王を裏切りブラマ王の側についた、ポルトガル人傭兵隊のキャンプに逃げ込む。しかし、そこで、ポルトガル人に裏切られ、ブラマ王の管理の捕虜となり今の絡みにゃ無に、連れて行かれるが、ビルマがサバデを攻撃した際に、どさくさに紛れて逃げ出し、ゴアに向かった。 ジャワゴアに戻ったピントはまた再び、ペロでハリアに出会った。ペロは、ジャワに、中国に売りに行くための故障をピントに買いに行かせた。ジャワのバンタコで40人のポルトガル人の、傭兵隊に加わり、デマ王が、パルサバンを攻略するのを手伝うが、デマ王が故障に殺されたので、デマに戻った。アユタヤの遺跡その後、デマでは、内乱が起こったので他のポルトガル人と共に逃げたが、 シャム湾で和光に遭遇し、ジャワに帰らざるを得なくなった。ジャワの近海で船が大破、乗組員同士で殺し合いが起こり、逃げるに逃げ出せず、食料不足で人肉食まで行ったという。その後ジャワ人に自分をマラッカに連れて行って、売り払ってくれと言って、奴隷として自らを売った。その後、ピントはセレブレ人に売られ、その後からパの王に売り渡され、その王によって、 ジャワの元いたところまで送り返された。ピントは再びジャワを立ち、パタネとシャム行きの船に知り合いに運賃を払ってもらって乗り込んだ。シャムのオディアの王はシアマイを攻めようとポルトガル人を傭兵として雇った。これによりピントもシアマイに遠征に行き、勝って帰ってきたが、オディアの国王の王妃が浮気の発覚を恐れて国王を毒殺した。 その後この日は自分の息子をも殺し愛人を大いにつけたがこの王も殺された。この正常不安につけ込んだブラマ王はアユタヤに攻め入る。この戦争の記述が本当にピント本人のものかあるいは伝聞によるものなのか不明であるがピントの変歴記はこの時代の西洋人によるビルマの一番詳細な資料である。年月日ピントは 帰国する。この時ピントは、イエズス会との書簡が発行されたことによって、すでに西洋世界では名を知られた人物となっていた。その後、ピントは、今までの国王への奉仕に対する報奨を要求したがピントが死ぬ、数ヶ月前まで与えられなかった。帰国後、マリア・コレーヤでボレットと結婚し、少なくとも二人の娘を設けたと言われるが、詳しいことは分かっていない。 1562年にアルマダの近くにあるプラガルに隠居し農場を経営する傍ら執筆活動も行った。1569年頃から書き始めたものと言われている。1578年頃には全文を書き終えていたと推測されるが、生前は刊行されず、1583年の彼の死から31年を経て1614年に刊行された。 本書執筆時はヨーロッパ各地でザビエルの伝記や書簡集が多くの言語で続々と刊行された時期と重なる。完全な題名は以下の通りである。我々西洋では少ししかあるいは全く知られていないシナ王国、タタール、通常シャムと言われるソルナウ王国、カラミニャム王国、ペグー王国、マルタバム王国そして 東洋の多くの王国とその主たちについて見聞きした多くの珍しいこと、そして彼や他の人物たち、双方に生じた多くの得意な出来事の記録、そしていくつかのことやその最後には、東洋の地で唯一の光であり輝きであり、かの地におけるイエズス会の総長である聖職者、フランシスコ・ザビエルの死について、簡単な事項について語られたフェルナン・メンデス・ピントの変で聞き、 なお、出版された本は、原稿と同じ内容というわけではなく、ある分分けされており、他は修正されている。ピントが積極的にイエズス会に参加していたことが指摘されているにも、かかわらず、イエズス会に言及した箇所が削除されており、これは注目する必要がある。返歴記の内容は、おそらく彼の記憶に基づく事実によって書かれたものと思われ、 必ずしも正確な資料とは言えない。しかし、ヨーロッパ人がアジアに与えた影響、ポルトガル人の東洋における行動を現実的に分析し、記述していると言える。一番疑問が投げかけられているのは、ピントがヨーロッパ人として最初に日本へ上陸し、銃を紹介した種ヶ島漂着者3人のうちの1人を自分と主張している部分であるが、 イエズス会宣教師で日本語に精通していたジョアン・ロドリゲスはその著書、日本教会史でそれを否定している。多くの検証の結果として、ピントは、鉄砲伝来年の翌年の1544年に、初めて、薩摩半島の山川に到来したとの説が有力視されている。なお、ヨーロッパ人の発来校については、鉄砲伝来の2年前の1541年に、 ポルトガル戦が文語に流れ着いており、現在のポルトガルではこの年を日本発見年としている。ピントが日本に降り立った人物であるということに対してはほとんど議論がない。つまり、後世の著述化による記録よりは、変歴記はある程度正確なものと言える。ザビエルの資料などから確実とされるのは、1551年に文語でザビエルと共に、 領主の大友義重に会見し、ザビエルが山口に修道院を建てるための資金を貸し、その後、ザビエルとマラッカまでキ路を共にしたことである。また、ザビエルの志を継いだ、インド巡管区長、メルキオール・ヌーニエスの日本視察を資金面で援助し、1556年に彼と共に再び、文を訪問している。また別の信憑性に関する議論では、彼が、ジャワで、 ムスリムと戦ったという記述についてである。これは様々な歴史家が分析を行ったが、オランダの歴史学者、P.A. ティエルは1880年に、ピント自身はこの戦いに参加しておらず、彼が他人から得た情報で書いたものと推定した。しかし同時に、ティエルはその時代のジャワに関する情報が少ないことから、ピントの記録の重要性は認めている。 つまり、ピント著述の正確性に疑問があるとしても、その時代を語る唯一の情報ということもある。大英帝国の官僚として、東南アジアに20年滞在した現代人、モーリス・コリスは、ピントの記録は全てが信頼できるものではないが、16世紀のヨーロッパで一番完成度の高いアジアの記録であり、基本的な出来事などに関する記述は大まかに信頼できるものとしている。 この変歴記は現実とフィクションが織り交ぜられたもので、現代で言えば冒険小説の範疇に準ずる。アントニオ・サライウバというポルトガル人文化史学者によって文学作品として大きく評価され、史実性の議論はともかく文学として捉えられることもある。例えばアントニオ・デ・ファリアに関する記述はピカレスク小説のようなものと見ることもでき。 変歴記に記される現地に住むアジア人から発せられる言葉はポルトガルに対して皮肉めいており一種の風刺本と見ることもできる。ABCDEF ホラブキピントの本当の話メンデスピントがザビエルを支援するにから一億正さ京都外国語大学図書館2006インタレーシャルインティマシーインジャパンウエスタンメンアンドジャパニーズウィメン 1543から1900ゲイリーピーレオプ、A&C ブラック、2003AB キャッツ、レベッカ・フェルナウ、メンデス・ピントヒズ・ペレグリネウ・ヒスパニア、ピュブリカセオネズ・ペリオディカス。ボリューム74、ノーサン、セプテンバー1991、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア、ロサンゼルス・ハットで 18A20 でマイオ、アイス22オラス・モーストラでテアトロ・アミドール。 ノーチェントロカルチャルビラフロール16メイ2006ミュニセピオデギマーリッシュ日本語訳者の岡村滝子はピントはユダヤ人ではなかったとしているがカリフォルニア大学ポルトガル学部はピントがマラーノであったことが通説であるとラビエムトケイヤーは伝えているユダヤ製国家日本特馬書店2006 b 宇田川武久日本重宝の歴史と技術小山角 P39 ISBN 9長7846億39022763井川賢治発見のモニュメントに潜む謎2018年12月7日閲覧井川賢治16世紀の日本と関シナ海域解禁と拡張の狭間で P30 2018年12月7日閲覧 ABCD オラブキ・ピントの本当の話メンデスピントがザビエルを支援するにからに億マサタ京都外国語大学図書館、2006モタア朝日日本、歴史人物辞典。ありがとうございます。